すいません、はい、いらっしゃいませ。精算お願いします。はい、お預かりいたします。少々お待ちください。僕今荻窪まで南阿佐ヶ谷から来たんですけど、結構距離短いんですね。びっくりしました。ちなみにずっと気になってたんですけど、日本一長い駅間ってどの区間かわかりますか？お、ナイス好奇心。それではお客様に特別にお教えします。日本一駅間が長い区間は青森県今別町にある奥津軽今別駅から北海道木古内町にある木古内駅との区間です。その距離がなんと 74.8 キロ。その距離は東京駅から小田原市までの距離と一緒ってことになりますね。車内にトイレがなかったら確実にアウトということなんです。勉強になりましたでしょうか？パスもお返しいたします。はい、お礼に500円ぐらい引いといてください。いいですよ。いや、逆に怖い。